たかも。そうなんかい。わざわざこんな人気のないところに毎回来てるの。俺だってインドアだから極力ベッドか室内でのんびりしていたいさ。でも俺にはやらないといけないことがあるんだ。おい、起きろ、スキア、ちょっとは運動しろ、散歩しなさい。動く必要がないのになんで動かないといけないの。日に日に頭の上が重くなってんだよ。いいものばかり食べて寝てばかりいるからデブってんだよ。レディーに重たいとかデブとか。ひどいよ。という感じで自分のペットの体調管理をしないとまずいということで俺も一緒に散歩を始めたってわけだ。ああ、スキアって、ペットに分類されてるのね。それで地球で散歩したいけど、人気のある場所だと目立つからこんな山奥で散歩ってわけなのね。その通り、それで護衛付けロボットのソルテから口酸っぱく言われたから、ラルを選んだわけだ。まあ、息抜きとしてはいいと思うけど。ほら、スキア、降りなさい、ちゃんと歩きなさい。いやー、歩きたくない、歩き様のバカー。めっちゃ叩いてきますやん。でもどうするの、これだと散歩始まらないじゃない。カモン、フェア。ああ、そばの空気は格別。せっかくだし、生き物の血肉大食いとかやっちゃおっかな。フェア、まずはその気配消しなさい。ああ、主、ご無沙汰。あからさまに殺気を出すな。今日はそういう目的じゃないからな。まさか血肉を貪れないの。悪事の限りを尽くしたいというのに。何でもかんでも悪さをすればいいってわけじゃないんだぞ。そんなの小物でもできる。フェアは小物でもできることに誇りを持っているのか。わが、絶対的悪でいたい。なら俺の言うことを聞きなさい。主を信じれば立派な悪になれるよ。さすが、さすがは私の主。フェアは私たちの言うことには一切耳を貸さないけど、パパだったら盲信的に信じてるからかどんなにデタラメでも言うことを聞くのよね。とりあえずフェア、何も壊さず、殺さずこの辺りを走って回ってきなさい。ちゃんとできたら石化に頼んで戦場に連れて行ってやる。結構、いいの、フェアを野放しにして。約束を破ったら当分は封印を解かないからそれはないと思うけど。俺もこうした方が楽だし、フェアが満足するまで待っていようよ。ペットの野放し散歩は危ないので真似しないように。のどかねえ、ピクニックって感じね。そうだな。あ、そうだ、せっかくだし、もう一匹出そうかな。あれ、ミアが見てた景色と違う。ミア、こっちにおいでー。あー、アルジ様ー。はい、ミアにこれあげるからゆっくりしていきなよ。やった、いただきまーす。あげてよかったの。あー、見てみなよ、あの嬉しそうな顔。俺は純粋な笑顔を見ると最近癒されるのさ。何かストレス溜まってる。あー、やっぱり地球は落ち着くな。慣れてきたと言ってもやっぱり帝国はそわそわするんだよな。ラルは他の転属人と違って恋愛とかそういうのは全く気にしないから気兼ねなくいられるし、案外遠出でラルはありかも。ねえねえ、主様は遊んでー。ラルに遊んでもらいなー。ラルは投げたぬいぐるみ拾いに行っていないんだよー。お願い。仕方ない、もう30分くらいは経っただろうし、フェアを呼び戻そうか。フェア様いるの？うん、今この野山を駆け回ってるからそろそろ捕まえに行くよ。いや、ラルの投げたぬいぐるみ一緒に探そうかなー。狸に二言はなしだ、行くぞニア。やだ、やだ、フェア様怖い、ニア近づいたら食べられちゃう。食べられないよ、というよりもう、ヘブンズハート、なんだから遺伝持ちなさい。それでもフェア様は別、あのネル様と互角の実力者だよ。ニアがどれだけ強くなっても無理だよ。動物には食物連鎖があるのー、狸はがっつり肉食系には勝てないのー。その飼い主がいるんだから大丈夫だって、ほら、行くぞ。いやー、フェア様の餌にされるー。想像しいわね、二人でどこに行くつもりかしら。念のため追いかけてみるか、護衛だし。なんかそこまで怖がられると罪悪感すごいな、そんなにフェア怖い。うん、ミガドルエデンで暴れていたフェア様は、生きる天才って言われてて、ニアたちは出会ったら最後、無残に一瞬の欲求のまま食われて飽きたらそのまま肉片を散らされる。そんなミガドルエデン最強の存在だったから、怖くて怖くて。ネルもなんかフェアにはすごく警戒してたし、これがミガドルエデンの認識なんだろうな。まあやってきたことを考えると妥当か。よし、なら匂いだけ頼むよ。それでフェアを見つけたらご褒美いっぱいあげるからさ。ご褒美、どんなの？何がいい？新鮮な丼。いや、それはもう持ってるし。美味しい野菜。もうハミルを姉ちゃんがくれたし。住処はあるし。服もたくさん支給されたし。あとは、欲しいもの全部衣食住関係ばかりなんだな。娯楽とかないのかな。まあ、後から思いついた時でもいいよ。それにどうしても怖いなら俺一人で行くし。もう一人のミアならきっと大丈夫だよ。
は無理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 。ねえ、片方の人格もダメじゃん。あのバカ、なんでフェア様相手で私ならいけるとか思ったんだ。あの脳内農園畑が。話が進まない。わかった、俺一人で行きます。ニアはラルのところに帰ってなさい。マジで主様、私はこれでも、ヘブンズハート、主の盾にもなれずに主様に怪我を負わせようものなら私の存在価値なんてないに等しい。ぜひ案内させてください。無理しなくていいんだぞ。ただの散歩の向かいだぞ。気配は、なし。いや、フェア様ほどの狩人なら気配なんて残すようなことはしない。自然と一体化していると考えなければ。むちゃくちゃ差し違える覚悟じゃん。一撃で喉を噛み切りられないためです。この程度だとどちらにせよ二撃目で噛み殺されてるかも。主様、絶対に私の後ろから離れないでください。私、守るのは得意じゃないので。ぶら下がったらいいのに。あ、もうやだ、もう限界、もう神経がすり減りすぎて精神がおかしくなりそう。まだ暗殺してる方が楽だ。フェア様から狙われてると思うだけで何回も死ねてしまう。変われ、私はもういや。ちょっと、勝手に変わらないでよ。なぜ戻す、無理だと言ったら無理だ。お前が石にでも変化してやり過ごせ。こっちの方が戦えるでしょ。ニアは無理、戦えないもん。器用な奴だな、自分の人格となすりつけ合いしてんじゃん。とりあえずさ、結構時間もかかったしさ、ラルのところに一度戻ろう。心配してるよ多分。迷ったかも。そうなんかい。マジか、確かに道案内してたのは戦闘モードの方のニアだしな。今のニアはそこまで記憶をついてないのかもしれないな。アルジー、こんなところで餌と歩いてたら食べられても文句言えないぞ。あ、自分から帰ってきた。いい感じに発散できた。いや、むしろもう壊したくて襲いたくて食い散らかしたくてこう。ムラムラするなぁ。男子中学生並みの発情期だな。自然を見るだけでムラムラするとか。それでアルジー、後ろにいるのは運動後の餌かな。ペペ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 。寒いか。臭みはあるけど久しぶりの料理だから我慢して食べちゃおうかな。料理は帰ってからあるからニアを食べようとするな。はい、それじゃあステアに戻って。また遊んでねえアルジー様。あれ、私また石飛んでた。はい、小さくなって帰るよ。ご飯食べてあとはゆっくりしてなさい。なんかよくわからないけどやったー。じゃあニア、こっちの要件は終わったし帰るか。うん、もう疲れた。まさかフェア様と対面するなんて思わなかったよ。ごめんな、また欲しいものがあったら言ってくれ。うん、考えておくね、主様。よかった、私が表に出ることにならなくて。あ、ちゃんと見ててくれてたんだね。ソルテの直属部隊の子と一緒に見てたわ。あ、どうも、ラル様、いつもソルテがお世話になっております。青の正気人のシャープだっけ。私もあなたみたいな大物と話せて光栄だわ。過去の栄光ですよ。今はパト様に仕える一人の従属なので。そう、この仕事は楽しい。パト様は見てて飽きません。私にないものを持っているお方なので楽しんで護衛してますよ。この子がいるなら私が無理にいなくても大丈夫だと思うのだけどね。それじゃあ私は部屋に戻るわね。パトもゆっくり休んでね。あー、ラルもありがとう。ゆっくり休んで。帰ってきたー。ご飯、ご飯。フェアと誰かを合わせるのは良くないな。今度から気をつけないと。そもそもステアがちゃんと動いてくれたらフェアにする必要ないのにな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。